はーい、どうもー。桃崎ひらめです。ってことで、今日は、海鮮寿司街道で遊んでいきたいと思います。どうしようかな。縁側寿司とかね。縁側寿司だと違うな。寿司縁側にしようか。持ってる？おもろいよ。おもろいよね。おもろい。多分おもろい。おお、始まった。急に始まった。おはようございます。店長のスポーテイク。ああ、今は小さな店舗ですが、今後は料理や施設を充実させ、日本一の回転寿司を目指していきたいと思います。すごいね。これこの敷地買って、ここ4席しか作らんかったんか？どうしたらいいのこれ？あー、それどうなの？いいのそれ？これ許されるの？なんか、レーンぶっ壊れてるけど。長くしたよね。これいいのかな？めっちゃ金かかるけど。あ、これいいじゃん。これいいじゃん。例えば、お誕生日席もあるよ。寿司屋っぽくなった。あ、なんか乗ってる。何これ？キュウリ軍か。キュウリ？見たことねえし、乗ってる。この形のキュウリ、こうやって乗ることないと思うんだけど。なんだこれ？とんでもねえ。これあれでしょ？サラダに乗ってるやつでしょ？なんかこの、お店経営するタイプ、あんまりやったことないから、まだ勝手がわからないけど、ここの寿司屋が、海鮮ではないのがわかる。ここの寿司屋が海鮮を、提供してないのはわかる。すでにいろんなものが置いてあるんだね。サラダバー。寿司屋でサラダバーあんま見ないよね。ここじゃない。あと、ここ。あ、そこ無理だな。絶対そこじゃん。この辺とかさ。ダメなんだ。おすすめられるけど、オレンジジュースおすすめしとくか。唯一、寿司っぽい甘エビをおすすめにしとこ。はいはい。どこに帰ったの？あ、出てきた。どっから来たの？お、新メニュー開発、お、いいね。開発室から届きました。開発室。開発室、外に作りたくないよね。この辺とか。いや、中入れとくか。絶対、小スペースだよね、こっちの方が。すごいな。栄養中にトントンするんだな。で、ケール、握り寿司、軍艦巻き、握り寿司、あ、ん？巻き寿司、握り寿司、軍艦巻き、巻き寿司。卵。ああ、卵のって見たことない。やべえの見っけた。こうはならんやろ。じゃ、キュウリ行くか。行け。誰か出てきた。ひょいって出てきた。最低ラインでいいじゃないか、じゃどんだけ上げてもしょうがないんだったの？いえ。むむむ。これだ！ 22 点。6、経験値。1、経験値。水も劣います。こんなこともありますよ。キュウリをなんで市場で見つけに行ったんだよ、あの人。鮮魚店で見つけに行ってるけど。ベースができました。サインを美味しくするために材料を追加しましょう。甘エビ追加できない。キュウリ追加。うぅーバキモンだ。あー、いや、バケモンでしょ。どうなってんの？最初1個だけだったやん。お、どうだ、あと、ダブルキュウリ。純な風味が口の中を満たす。キュウリがいい味を出していますね。キュウリだからね。ウリカッパ巻き。股間。奇妙な一品できちゃった。解明できる。トラブルとかにしようか。好きビジュアルのバケモン作ってしまった。寿司食べたい。という一心で寿司屋をやることになりました。何頼んだ何頼んだ？ダブルキュウリ頼んだ。うちのトラブリュー。ああ。今、私の寿司屋の、一押し。トラブリュー。なんと、ただぶつ切りにしたキュウリが2本刺さってるっていう、巻き寿司に。スーパー最強な一品でございますよ。いや、もうちょっと人を引きつける何かがないとダメだということでね。まあ、ここに並べましょう。ガチャガチャコーニャー作りましょう。これも多くないやろ。ここまで並んでたらもう、目を引くどころの話じゃないよ、俺。ガチャガチャやってから、さあ、食べようってなるかな。キュウリかサラダの軍艦しか作れないんだら、また作んなくていいんじゃないかな。具材が欲しい。だったら、もうスーパー走ってきて買ってこようよ。魚介。商品、プリン。プリン。
プリン、プリン食べたい。私が今プリン食べたい。私の気分でこの店は広がっていくんだ。異論は認めない。プリンを出せと言ったらプリンを出すんだ。この店に。プリンで寿司逃げれんのかな？邪悪なこと考えてて。寿司食わないでガチャガチャ的して帰る奴がいっぱいいる。困ったちゃんやで。寿司食べてほしいんだけどな。店長、和菓子を食べていたところに新しい提案が浮かびました。あんこの寿司が優しいみたいはいかがでしょう。あの、話は消せ。あんこ。もう、あんこの伏線回収が。いちごの寿司が食べたいので、ぜひメニューに追加してください。いちごが追加されたメニューに。あ、あんこ来た、あんこ来たー。BCR やば。そろそろ、ね。プリン。あんこ。ってなんか下手物ばっかり寿司屋の中ではね、アンニュイなものばっかり仕入れてるから、やっぱそこが魚介を仕入れなければね、やはり今大盛況だから、今キュウリキュウ、このトラブリューキュウリキュウリ、二本刺しの巻き寿司が今一番人気だからね。安い上に、ま、満足感がある。ただそれを寿司と言っていいのかという謎のビジュアルをしてるけど。寿司ローね、うー、恐ろしいビジュアルのいちご軍艦とやらが。びっくりしちゃった。イカもし、イカ仕入れるか？甘エビで、甘エビで作るか？甘エビ寿司ベースで。美味しいんですよ。馬寿司地元なんやだばゆ。田舎もんなもので。いや、わかんない。小間寿司が、あんまりなのかもしれない。私の周りだけなのかもしれない。あんまり分かってない。なんで？だって、どこでもいいから行きたいな、私。とりあえずどこでもいいから行きたいな。いや、かっぱ寿司、店舗自体そんななくない？そもそも。海苔。甘だれ。甘だれ。マヨ甘だれエビ。絶対に取り合わせのない料理。パワーアップぐらいコンサル側でどうにかしてほしいな。濃縮された旨味がたまらない。甘エビはいい味を出していますね。マヨネーズが甘エビを生かしています。甘エビとの相性はよくわかりません。お、得た。ベストなマヨエビマリアージュとかにしときましょうか。これでおすすめやばだよ。コンクールだ、コンクール。頑張れ、頑張れ。もらったばかりの怒り出場、出場。出たメガハンバーグ。東西ポクポクは。ずるいわね。その他にパーム油、コーン油、さらにはごま油も植物油脂。うん、そうそう。多分、一番、安定してるのはコーンかサラダあたりだから、無味無臭だから、でもそこら辺じゃないかな。ちなみに言うと、あの固体の油脂より、あ、満点、マジで固体の油より液体の油の方が健康にはいいです。代表的なものがサラダ油ね。そうですね。お、よーしゃよー、酢のイカで買ったやったー。や、固形の油食べるよりも、液体の油、オリーブオイルとかサラダ油の方が健康的にはいいです。オリーブオイルに関しては、レモンもらった、レモン。トッピングかな。レモンだけが軍隊にポッと入ってるのシュールなんだよな。イカー。イカで。頑張ってほしい。ジロー、いけ。ジローって言うと、完全にトリックが出てきちゃう、私。トリックのジローが出てきちゃう。トリック、お腹空いてきた。そろそろ、あの、ヒラメさんの語彙力が低下してきたから、ここら辺、ここらが気の山というか、限界というか、お腹空いてるんでしょうね、この。あ、レベル上がった。よいしょー。やったー。もっといい椅子にしろということだね。寿司ネタ。うわ、イカイカにしたい。調理レベルが足りない。これやべえぞ。
いちごイカ。いちごイカ。いちごイカ、いちごイカ、いちごイカシビにしようか。いけー悪魔合体した。恐ろしい合体術。いちご、いちごイカシビができたよ。どうや鮮やかな色合いだ。いちごはいい味を出していますね。いちごが評価された。いちごの持ち味を、あー価格がめっちゃ高くなった。出会うはずもないものが出会ってしまった。異変という形で。なんだろう。いちごのやつ、いちごのやつ。シミイカ軍艦、いちご入り。解明しよう。何にしようかな。クレイモア。和訳地雷。地雷でございます。地雷ちゃんが現れたぞ。あんこ。あんこ作ろう。あんこ、あんこ。あんこ寿司作ろう、あんこ寿司。いいね、こっから。何がいいかな。何、何トッピングしようか。トッピングの癖が強いけど。レモン。癖強いな。あ、しようかな。美味しそうじゃない。レモン塩あんこ。ここでイチゴが使えない、イチゴがトッピングとして使えないのがちょっと痛いところだけど、まあまあいいでしょ。クレイモア。だったら名古屋スペシャル作れたのに。味噌あんのかな、わかんない。あんこと意外がハーモニー。闇の武器商人みたいになってるよ。しょぼん。クレイモア売れてる、クレイモア。いいね。塩あんこ。待って、名前変えるの忘れた。大事な大事なって感じですよ。あ、注意された。これか。あ、まだダメか。ああ、ダメなのか。それは、それは許されないのか。わかりました。すいませんでした。あんこも。いいじゃん。オッケーオッケー。クレームは売れてる。いいね。クレームは売れてるよ。高いの売り出してけ。まあ、旬だから、クレイモア。今、クレイモア旬だからね。今、クレイモア旬ですよ。コモンより一つ上のレア度なのか、しょぼん。あんこもんっていうね、名前でもうお察しかもしれませんがね。一つ、あんこもんの一つ上のレアリティっていうことと、あんことレモンっていうね、二つのね、ことがかかっておりますよ。よろしくお願いします。もうこんなにうまいことをね、考えついちゃうひやめさんね、もうね、恐ろしい。そういう、サインは味噌。味噌来たよ。味噌来たぞ。味噌が来たぞ。たっけー。味噌より先にちょっとやることがあるな、これは。見てもらいたいね、うちの、クレイモア。いちごと、イカと、七味の、地雷臭ね。素晴らしいと思わんかね。これがなく、今、なんと絶賛売り出し中。いやー、美味しくないかもしれないけど美味しい。そんな改造人間を作ったマットサイエンティストみたいに言われましても。素晴らしいと思わんかで。私の最高傑作だって。うまい、うますぎる、10点。私も同意見です。私も、やった、スノイカで勝った、やったねー。厳選の選手が終了しました。優勝は、エリコさん、勝ったー。やった、15万と副賞。15万もらった、やった。何も開発してない、ただのイカで勝ちました。うわ、死ぬほど流れてるクレイモア。やっべ。地雷だ。地雷が流れてるぞ。流れる地雷。食べる地雷がそこに。あなたの手元に。あなたの目の前を流れております。食べる地雷が。もっと客来ないかな？こんなに流れてんのにもったいないよ。お、よし。頑張ってガリオくん。さあ、行ってみよう。また本堂みりんいる。かば焼き太郎さっきいたっけ？いた気がする。ビール？いや、違う。なんで？寿司じゃないの？寿司じゃないんですかね？どこが寿司なんでしょうかね。待って、駆けつけ一杯はダメよ。
トリプルタクワン渋いね。ね、寿司コンクールでビール出したやついるって。大人にはダメだよ。3問。女性狙い撃ち。うまいぞ。好きよ、好きよ、もう。7!7!7! 足りなーい。ぬー、ビールに負けた。ビールに負けた。うわービールに負けた寿司や。うん。ヒラメさん、ノリスケってザザエさんの。あんまりか、寿司は考えてなかったけど。まあ、名前の大元、思いついた大元はそっちになるのかな。あんま関係ないわ。出た。すき焼き汁、特盛りやんこ。強いなぁ。あんまりそっちは考えてなかったんや。うん。エア握りはもう寿司ではないんじゃ。行こう。ヒラメさん、わらわら。どや。これからも頑張ってください。なの、また7か。もう、やっぱり。ひらめさん。いかか。いかか。いかでかいはずだな、これは。ではでは。こんなところで今日は終わりたいと思います。もうさきひらめでした。お疲れ様です。ありがとうございました。